お疲れ様です。どうも、どうも、ありがとうございます。はい、じゃあお名前からいただいていいですか。はい、鈴木健二です。ありがとうございます。よろしくお願いします。鈴木健二先生、役職いただいていいですか。店長。店長マネージャー。店長やらせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、鈴木先生、はい、一番好きなヘアスタイルのテイストってどんなんですか。テイスト、はい、テイストね、まあカジュアルっぽいこうスタイルにちょっとこうナチュラルさが加わったような、はい、作り込んでないようなスタイルが、好きだなと思います。 ありがとうございます。わ、はい、かりました、はい。ちょっとプライベートな質問なんですけれども。お、来る。はい、どれくらい健二さんのお休みの日の過ごし方なんか教えていただいてもいいですか。そうだ、だいたい9割ぐらいはお店にいるかな。お店にいます。お店で作品撮りか撮影やってるような感じになっちゃう。そうなんですね。そうですね、友達いないとか思われそうなんですけど少人数ですけど友達はいるから。ああ、ちょっと心配しないです。あ、ありがとうございます。鈴木先生、もしかしてお酒結構好きな感じですか。お酒ね、そうですね、好きなんだけど、はい、最近、はい、焼酎を3杯目いくと、はい、結構記憶飛ぶっていうことが出てきてるから結構早いです。はい、はい、酒が弱くなってきて年々ね、はいはい、これがね、結構最近のね、一番の悩みなんで、ね、ありがとうございます。了解です。はい、じゃあヘアスタイルを作る上で、はい、一番気をつけてるポイントなんか教えてもらってもいいですか。気をつけるポイント、はい、ヘアスタイルを作るときに一番考えてることは、ね、その人の着てる服とかメイクとかその生活背景っていうのを、常にこうイメージして、こういう服着てこういうメイクしてこういう場所にこういうヘアスタイルでいたらおしゃれだろうなとか可愛いだろうなっていうことを、いつも、イメージして、それでその人にはこういうヘアスタイルが似合うかなっていうのを常に考えて、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、最後に。早いね。すいません、ちょっと尺がね、あるので。すいません。これ見てる皆さんにメッセージお願いします。そうですね、まあ、テイラーに来て、まあ、いいヘアスタイルに、絶対にするんで、一度ぜひ、髪の毛を切ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もうちょっと喋りたいんですけど。